じゃこんにちは豊さん、はい、今日は、はい家政婦は見たシリーズみたいな感じでちょっとシリーズ化できればなと思って。家政婦は見た、はい、なんだよそれ。知りません。いやいや知ってるけど、はい、どういうの、何につなげようとしてるの。で人気があるドラマっていうのはシリーズ化していくじゃないですか。ワン、ツー、スリー、フォーとか。ああなので、ああなるほど、はい、そのシリーズかな。そうです。なので、はいはい、このコーナーもちょっとシリーズ化していければなと思うんですが、はい、ああ高木豊が見た〇〇な選手と対して、うん、こう〇〇に当てはまるものをシリーズ化していこうかなと思ってます、うん、あまのあれ、いやいやいやな、何を言わされるのかなと思って。いやだから例えばあんまりこう表に出てないような豊さんだけが知ってる、うん、例えば気前が良かったのは実はあの選手とか、グラウンド上ではあれだけかっこいいのに、うん、プライベートではすごくケチだった選手とか。ケチはいっぱいいるなだってプロ野球選手お金持ってるじゃないですか。それでもケチなやつはケチだよ。え？なんだこいつと思うやつはいるよ。有名な選手でですか。ああ、それは有名な選手でしょ。有名じゃなかったらお金持ってないじゃない。まあそもそもだからそもそもそれは出させないよね。じゃあ仮にその有名な選手と一緒にご飯とか行くと、うん、切符が悪いというか、なんですか。そもそも行かないよお前知ってるからね。ああ、え、それって噂で回るんですか。回るよお前。ものすごい回るよ。2周ぐらいするから。そんなに回ってくるんですか。その名前を出せなかったらいいですけど、どういうふうな回り方し、例えば回ってくるんですか。なんだよその回し方って。もうそこいいじゃねえか。回り方、回り方であいつはケチだぞって、ケチ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 って回ってる飲み屋さんの払いが悪いとか、まあ、飲み屋さんとか、ね、まあ、だかそもそも行かねえっつうんだよそ, うそいつとは、まあ、お金を払わないっていうことですよね。そう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 。じゃあ今日の〇〇な選手は、うん、気前がいい選手、あいますか。まあ、まあ出しやすいですよね。いやあのね、やっぱ気持ちのいいのは坂本、うん、あれ一緒にご飯とか飲んだりしたことっていうのは、まああるある、うん、まああるあるし、まあ俺が店を持ってた時があって、はい、まあその時に遊びに来てくれたんだけどさ、うん、それはねやっぱ気持ちいいわ、切り方が。それどん、まあ例えば他のグループが飲んでて、はい、遅れてきたけど、うん、だからそんなに滞在時間ないんだよ、はい、だからパッと出していく、そう全部。おで後から来たのに、後から来たのに後輩が飲んでたから。いやすごいよね。そうですよね。今もう店ないけどね俺の。あそう、まあそうですね。もう言っとかないとさ、探して来られても違う店だみたいになっちゃう確かにそうですよね。そうそうそう。いやだけどやっぱね、こう出し方ってあるじゃない、はい、それも、うん、例えば明細もらってこうやって確認して出すっていうやつがいるじゃない、うん、はい、そうじゃない。出す前にあこれでって、見ずに、見ずに、はあ、すごいかっこいい、あこいつかっこいいなやっぱと思ったよ。だから坂本ちゃんって言うんだから。あだから坂本おじさんになったの。いや俺ね、あの切符がき、悪いやつは嫌いなんだよ、うん、切れないやつお金、はい、だ息子にも言ってんだよ、うん、金は切れって。あそこは、うん、っていうことですね。自分たちは切れて自分の自腹で行けって、うんうんうん、で次にかっこよかったのが、はい、やっぱ立浪。おあ立浪これも切れるわ。はい、スパーンと行くよ。もう値段なんか関係ないから。だってあの当時って、立浪さんの当時って相当今よりも多分バブルの時期だったんですよね。まあまあそれもあるけど、はい、引退してもやっぱ、はい、切れるやつは切れるよ。あそうなんだ。立浪が切れる、これはまたかっこいい。何回もそのシーンを見てるってことだよね。見てるし。いやだから後輩からも慕われますよね。ああ加計さんも切れるよ。あそうなんですか、うん、えどんな点で。どんな点っていうか一緒に行ったら切るじゃん。まあ先輩一つ、まあまあ俺の先輩だから、はい、まあ切るのは当然だとは言わないけどさ、はい、それ切り方ってことですね。切り方だよかっこいいの。だから先輩でもいちいちこう明細を見ながらっていうのではない。いくらみたいな、うーんとかって出すよりも、はい、ね、はい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 って、これがなんかこう なんていうの、経験じゃない、はい、まあ大体このぐらいだったらこのぐらいだっていう、うん、まあそんなことは関係なくポンと出す。あー加計さんで衣笠さんもかっこよかった。あそうなんですか、うん、俺らが広島遠征行ったら必ず、はい、あの行くとこがあるのね、
焼き肉屋さんが、うん、でそこは広島の選手とかも来るお店なんだけど、うんうん、そこ衣川さんが来てて、はい、あこんにちは明日からよろしくお願いしますって、はい、で注文して、うん、で食べてたんだよね、はい、で衣川さんが先に、うんまあ、家族といらっしゃって、はい、でじゃあお先なとか言って、うん、あ明日からよろしくお願いしますって帰って、はい、でこう食べてて、うん、散々食べてて4人4人ぐらいかな、はい、でそこ高いところなんだよね、はいはい、意外とね、うん、であお勘定っつって、うん、いくらとか言ってたら、うん、いやもう衣川さんが払ってったからかっこよかったえでもその時点で金額は出てなかったですね。だからこれでやってくれっていうことじゃない。ああだからすごい結構余分に出していってたってことですよね。可能性はあるよ ね。また来た時に、まあ、お釣りなんかもらえばいいわけじゃない。はいはいね、俺はもう次の日球場入って「衣川さんすみませんでした」って「ああ大丈夫大丈夫」みたいな。かっこいい。いやそういうのかっこいいよな、はい、だそういう先輩のを見ると自分もそうしようとか思ったりもしますよね。まあねでも違う人もいるからねまあそう、まあ、その店でこう、まあ、広島の人に会ったんだよね、はいはい、先輩に。有名な方ですか。まあまあまあね、はい、まあまあ有名な、はい、まあまあ有、まあ、名かな、はい、で食べてて、はい、まあじゃあお先とか言って、はい、あ明日からよろしくお願いしますって、はい、やっぱ衣川さんのこうイメージがあるじゃないありますね。やっぱあるよな、はい、食べててお勘定はって言ったらいくらって言われた時がかかってきた。まあ期待する俺も悪いんだけどさ。もういやいやでもそうね、広島の伝統の気質なのかなとか思うじゃないですか。そうだよな、はい、そしたらいくらですといくらですと、ああそうなんだみたいな、あこの人はそうなんだなみたいな。特にじゃあ次の日球場で会った時も、まあ、特にあれですね、挨拶なんか絶対しないまあそんなことはないけどさ、まあまあまあそんなことはないけど、はい、まあまあね、まあそういうことがあったという。だからまあかっこいい人はいっぱいいるよね。そうですよね、うん、プラスね今の現役選手でもやっぱり坂本選手みたいに、うん、そうやってこうキープのいいというか、うん、ねかっこいい。原もかっこいいよ。あ原さんあんまり聞いたことないんですけど。いやいやなんていうのキャンプの時に、はい、三田君今日何してるって言うから、はい、いや別に飯食ってまあゆっくりしてるよって言ったら、うん、じゃあ一回飯食いに行こうよって言って、はい、飯食いに来いよって言われて、うん、で指定されたとこ行ったら、うん、いいワインがずらっと並んでて、うん、三田君何飲みたいとか言って、はい、わかんねえじゃない何かいやそうですよね。そんなレベルに達してないからさ、はい、いやなんでまあ俺は赤が好きだなみたいな赤のないとか言われて、はい、いや結構いいワインがずらっと並んでんだよ。まあ結構っていいワインが並んでんだよ。もちろんその下に値段なんてないです、書いてないですかね、そういうとこって。でテイスティングテイスティングする、はい、いやいやもういいからまあね、いやだからやっぱかっこいいよ、一つ飯食うのでもね。で最後お会計となった時も原監督がまあ俺は豊か何してる来いよって言うから呼ばれてるやつが払わないでしょ普通は、まあ、そりゃそうですけどとかいきなりね、じゃあここはじゃあ同級生だしっていうにもならないってことですもんね。やっぱ誘いやそら俺が逆に呼んだら、うん、そら俺が払うよそら。そうですよ、ね、いやだけどその食事の仕方がかっこよかったっていうさ。なるほどね、やっぱ巨人やっぱすごいですね。巨人っていうチームもそうですけど、まあ、巨人もすごいけど加計夫さんもロマネコンテかなんかをなんか大阪のホテルかなんかで開けて請求が120万ぐらい来てたっていうな。そうですよ、はあ、ホテルでまだ当時はそのロマネが60万ぐらいで飲めたから、はい、あれでしたけど だって3桁行きますよね。今はね、はい、今行くんだけど、はい、その当時は60万ちょっとぐらいかな、はい、そう美味しかったからもう一本ってそんなお前焼酎じゃないんだからさそうですよね、請求書見てびっくりですよ、ね、いやそれがびっくりしないんだ。ああそうかみたいな。違うな。いやいやだからかっこいいやつはたくさんいるよ。いますね、かっこいいやつ。だでもそれがかっこいいの かどうなのかって言ったら別だけど、はい、でも羽振りがいい。まあ羽振りって切れるということだよね、うん、そうですね。やっぱ男は切れなきゃな。それがプレーにもつながってますもんね、やっぱりんかな。いやいやまあまあ今挙げた選手たちはね、それはプレーにつながってると思うよ。
ね、切符のいい選手はやっぱり一流選手だなっていうのを思いましたね。今日は〇〇はじゃあちょっと羽振りのいいかっこいいやつだね、はい、選手というので送ってみました、はい。